久保さん、お金がもらえない人ということで、まあ、昨日ですねあの商品販売終了したんですけどもなんかね初めて買う人もいて、まあ、ありがたいですね、まあ、その結構僕リピートが多いんですけども、まあ、の新規のお客さんってリピートに比べると少ないんですよだけど、まあ、新規で新、まあ、今まで僕の商品一度も買ったことがないけど 買いたいいたたたと思ってくれた人がうんそうまあちょっとクレジット決済の方はちょっと分かんないんですけどもあの銀行振込だとその回答するところがあるんですよ今まで僕から商品買ってくれましたかくれてませんかっつってでい絵がありましたね、うん、結構ね銀行振込もあのですかねあのほとんどリピートなんですよ 新規ほとんど銀行、まあクレジットカードはね、新規多い、ちょっと今いるかな。銀行振り込みってめんどくさいじゃないですか。うん。まあ、今後、まあ今回し入金してもらって商品を渡して、また、まあ、リピートにつながるといいですけど、まああとは自分のど努力次第ですね。うん。だからお金が稼げないってことはお金がもらえないってことですよね。お金がもらえない人ってことですよね。うん。